みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今月末にいよいよ初の大型アップデートが迫っています。アップデートの内容は古竜大名寿司の登場、姿を消す、アイテムを盗む、毒攻撃など嫌がらせが多いモンスターです。また肉質が非常に硬く、姿を消しているときはさらに硬くなります。今作の肉質は不明ですが、弱点特攻が効かない可能性もあります。弱点属性は火、竜、雷の順で有効。2つ目のアップデートが主リオレウスの登場。主ということで百竜夜行限定と思われますが、武器や防具などが気になるところです。そして気になるのが複数の追加モンスター、大名寿司とリオレウス以外にさらに追加ということ。しかも複数ということは最低でも2体。古竜に関しては順次追加の可能性がありますので、それ以外のモンスターが大量に追加される可能性があります。そして4つ目、ハンターランクの解放と機能追加。ハンターランク解放はいくつまでかは不明ですが、過去作同様であれば999人、そのランクに応じ隠しクエストなどが用意されているのかも気になるところ。イベントクエストではなく里や集会所の星がさらに増えるという可能性もあります。配信の日程はまだ不明ですが4月末とあるので、おそらく30日金曜日と思われます。これは体験版や製品版の日程が金曜からで、日本向けに予定されているからです。ただし29日が祝日なので、もしかしたらここに来るかもしれません。アップデートの時間はおそらく午前10時、任天堂ストアの更新時間です。あくまで予想なので全然違うという可能性もあります。更新日時が判明しましたら順次お伝えしていきます。次にアップデートまでにやっておいた方がいいことを紹介します。最もお勧めするのは装飾品の作成です。装飾品は作っておいて腐ることは絶対にありません。特に攻撃系や会心系などは素材を余らせておくぐらいがおすすめです。装飾品の作成にはレア素材を要求されるものが多く、アップデート後にやるとかなり苦労すると思います。現状やることがない方は装飾品の数をチェックしてみてください。攻略サイトでは作成が可能な装飾品一覧と必要な素材も載せてあります。意外と持っていないというものもあるので一度目を通しておくのもおすすめです。2つ目が防具の作成に必要な素材集めです。なぜ素材集めという表現を使っているかというと、防具は使わなくなる可能性があります。しかし突然必要になる可能性があるのも防具です。そのため赤色の表示になっているものは多めに集めておく方がおすすめです。防具は他のモンスターの素材を要求されることが多く、今後登場するモンスターでもその可能性は高いです。そのため素材自体は集めておいて損はないです。3つ目がお金とカムラポイント稼ぎ。いくらあっても困らないものです。参考として防具一式に必要なお金が7万です。そして追加モンスターが最低でも4体なので30万ぐらいは用意しておきたいところ。その他の要素を考慮すると100万ぐらいは準備していいと思います。カムラポイントは購入するアイテムでも使用するのでいくらあっても大丈夫です。稼ぎ系の動画はたくさんあるのでそれを参考にしてみてください。ただし放置系の稼ぎはスイッチが壊れる可能性があるのでお勧めしません。もし行う場合にはご自身の環境と相談し自己責任で行うようにしてください。4つ目がアイテム補充。気がついたらアイテムがないということがモンハンでは多々あります。特に飛躍を含む回復系、捕獲を含む罠系、そしてバフ、これらは完走まではいかなくても相当数準備しておきたいです。ガンナーの方は弾を完走させるぐらいあってもなくなります。クエストで素材を集めながらセール中になったら一気に買っておきましょう。攻撃戦ではハチミツやニガムシ、マンドラゴラ、ヒカリムシ、ライコウチュ、そしてガンナーの弾素材が増やす候補です。これはいくらあっても損がないのでしっかり増やしておきましょう。5つ目がマカレンキン。現在戸籍がループするというバグが起きており、マカレンキンをしていないという方も多いと思います。ただしレア戸籍が被るまでは回した方がおすすめです。理由としてはその中にレア戸籍がある場合バグが治った後では確率が悪くなるためです。被るまではしっかり回しておきましょう。6つ目が武器の最終強化。派生図を見れば分かる通り派生はまだ続きます。最終強化にはレア素材を要求されるものが多く、防具と同様こういう機会に集めておくのがおすすめです。強化先が出たから宝玉が欲しいけど20体やっても出ない、そのせいで他のクエストができない
ということがないようにしておきましょう。7つ目が貝の大型モンスターと小型モンスター素材集め。モンハンの伝統として貝素材と小型モンスター素材は絶対に足りなくなります。特に派生図でハンマーのマークがついている途中生産できる武器は素材を持っているかチェックしておくのがおすすめです。特に小型モンスター素材がめんどくさいので多めに集めておくのがおすすめです。小型モンスターの生息場所と数は全て調査済みで攻略サイトにまとめてあります。非常に便利なのでブックマークしてご利用ください。8つ目が勇気の証集め。今作がどうなるか分かりませんが、過去作では勇気の証がそこそこ要求されます。クエストの報酬で確定で出るものもあるので少しだけ集めておくのがおすすめです。チケットの入手先一覧も攻略サイトにまとめてありますのでご利用ください。9つ目が百竜撃退の証集め。百竜夜行でしか入手できず各武器の強化に必須です。仮に使わなくてもマカレンキンの優秀な素材になるので腐ることはほぼありません。それではアップデート前にやっておくことのまとめです。1つ目が装飾品の作成。特に攻撃系は優先度が高めです。2つ目が防具の素材集め。作成しなくても OK です。3つ目がお金とカムラポイント集め。お金は100万を目標、カムラポイントはいくらあっても問題ないです。4つ目が消耗品の補充。特に回復、罠、弾は多めに集めておきましょう。攻撃戦もしっかり回しながら他のことをやるのがおすすめです。5つ目がマカレンキ。現在ループバグがありますが被るまではしっかり回すのがおすすめです。6つ目が武器の最終強化。アップデート後にレア素材集めに時間を取られないようにするためです。7つ目が貝の大型モンスターと小型モンスター素材集め。これは途中生産できる武器を確認し足りない素材を集めるのがおすすめです。8つ目が勇気の証集め。確定報酬で出るクエストがありますのでそちらも確認してみてください。9つ目が百竜撃退の証集め。これは百竜スキルで必要になりマカレンキンで腐ることがありません。以上の9つがアップデート前にやっておくのがおすすめの内容です。金冠集めや勲章集めの場合でも同時にできそうなものを探してみてください。もちろんこれ以外にもできることはいろいろありますが過去作の経験でまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひこちらの動画もご覧ください。